はい、今井ゆうきの試乗しましょう。ご覧の皆さん、こんばんは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はですね、いつもの試乗とは違って、なんとコラボ動画ということでですね、ゲストにご登場いただきたいと思います。私の神神私の神様です。やめてよ、お父さんでしょ、はい、いや違います、国際自動車ジャーナリストの清水和夫先生です。もうね、でも1年間ね、海外に行ってないから国内ジャーナリストになっちゃいました、うん渡航回数じゃないですよね。でも去年の2月に最後オーストラリア行ってから、はい、丸1年間国際線乗ってない。こんなことってなかったですよね。ないないない、もうパスポートいらないもん。本当ですよね。今もちょっとオンラインでつながってしまうし、今ねルフトハンザ乗ったら泣いちゃうな。いや本当ですね。どうします、あのおしぼりのあの匂い嗅いだら、アテンダントとか出てきたら泣いちゃうな。そうですよ、本当に泣いちゃうかもしれないです、うん、まあね、それぐらい本当に自動車業界にとっても2020年ね、結構特殊な年でしたよね。自動車業界というか、もう世界でもうロックダウンとかね、はい、だから、まあ、よくウィズコロナ、アフターコロナって言われるけど、うん、ヨーロッパがね、いろんなコロナの中でいろんな新しい政策が生まれてんだけど、あの委員会のなんかレポート見てて面白いなと思ったのは、はい、どうせコロナでみんなへこたれて、まあ、政府がお金出して、はい、まあ、イノベーションいろんなことやんなきゃいけないでしょ。だったら昔を戻るんじゃなくて、今までできなかったような新しい世界を作っちまおうというような考え方なの、はい、何が起こるんですか。例えば、例えば、はい、ミラノ、はい、ミラノ、今までも2サイクルのベスパとか、はい、ディーゼルで、ミラノのドゥオーモの中が排気ガスで臭かったんだって、うん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 、でもお掃除が大変だったんだって。でもこの1年間ロックダウンしてたから、ミラノの空が綺麗になって、あ、壁が汚れなくなったんだって、はいはい、それだったらこれからの交通政策はミラノの街の中からも自動車を排除して自転車道を作って、そういう政策に切り替えるっていうのが、パリ、ベルリン、ミラノ、ロンドン、だろ。でも同じ条件なんだけど、はい、東京は、日本はそこまで踏み込んでないよね。そんな大胆なことをやってるんですね。大胆な政策を打ち立ててるんだよ。あれなんとでしたっけ、あのなんと、うん、車をこうシティセンターの中に入れないで、うん、外からこう、そう、街の中心部、信号を取って、はい、まあ、東京でいうと環八に入ってきたら車を止めて、路面電車、トラムとか、はい、BRT で公共交通で街の中心部来て、うんうんうん、帰りはまた公共交通で環八のとこ行く。そこにパークアンライドで駐車場があるんだよね、はい、スーパーマーケットがあるから、焼きたてのフランスパンを買って家族のもとへ、うん、あ、まあ、それはなんとなんだけど、はいはい、じゃあまずその南都市に近いようなことを、近いというかもうそれ以上のことをやろうとしてるよね。それ以上のことをですか。だからもう完全に街の中心部から、はい、例えばフランスってさ、街中で車止められるじゃない、はい、あの普通にあの枠みたいなのがあって、うん、路中 ぶつけ合ってこう行くじゃない、はいはいはい、あれを全部やめて、はい、ものすごい土地が戻ってくるのよ、車止めさせないと、はいはい、そこに歩行者専用道とか自転車専用道、うん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 、そのパリの市民のため あの空間をもっとつなげて、あの確保しようと。今まで自動車にあまりにも捉えすぎてたっていう反省が、自動車を生んだヨーロッパからそういうことを言い出したのは重いなと思ったんだけど、それのきっかけがまたコロナっていうのがちょっとね、コロナで背中を押されたの、なんというかこう皮肉というか、うん、面白いというかユニークというか、だから考え方を変えれば、コロナによって私たちは背中を押されて新しい社会を作れるかもわからないね。そういう、うん、まあまあちょっとこうある意味マインドシフトのいいこうトリガーになったっていうのはあるかもしれないですけど、うんうん、なんかちょっとそれでね、あのパリのあの路中の感じとかがなくなっちゃうのも寂しいような気がしますけど、気するけど、うん、やっぱりそれ以上に交通事故とか排気ガスの問題とか渋滞の問題が、うん、もしかしたらいっぺんに解決できるかもしれないと。そうですよ、なんかパリとかって、まああのね、上海の PM2.5 よりもちょっとひどかったって言われてるぐらいの、うん、こうだって2ストロークがいたんだから。そうですよね、うん、まだホンダはもうずいぶん前に2ストロークのエンジンやめてるんだけど、はい、あれはもう潤滑油も一緒に燃料に混ぜて燃やしちゃうから、はい、PM が出ちゃうんだよな。なんかちょっと匂い覚えてますね、うん、あのちょっと懐かしいんだけどね、はい、いい匂いなんですけどね、うん、今となれば、うん、なんか東京ってなんでそういうのが進まないんですかね。ポジティブシンキングがなかなかできないのかな。
ね、大変だ大変だってこう言って、言っててね、どうせコロナで予算使うんだったらみたいな考え方、なんか割と諸外国の出方をずっと見てる感じがする、後手後手にしてるような、日本はだからどちらかというと今までうまくいってきたというふうに戦後から見れば、はい、だから昔に戻りたいっていうね意識が強いんじゃないかな。あ、もう綺麗だった頃に戻りたい。でも東京綺麗になりましたよね、まあ、私東京都民になってからすごい短いんですけど、なんかもっとその清水さん前の事務所があられたあたり池尻とかってもっとすごい排ガスが臭かったって聞いたことがあるんですけど、2008年に初めて、ホノルルマラソン出たんだけど、はい、翌年2009年から東京マラソン出たんだけど、はい、そうするとあの皇居をねずっと練習してたのよ、ぐるぐる、はい、一周5キロなんだけど、そうするとね排ガスが臭いっていうのが分かって、うん、土日は、大型のディーゼル車とかいないから、はい、土日の方が臭くないの、平日走ってると臭いのよ。だからね市民ランナーは分かるよね、あ、肌でまさに、うん、まさに嗅覚で分かってしまう。へえ、いやそれはでもそのゲティングベターになってはいるんですか。ゲティングベターだね。あ、そうなんですか。やっぱりそのガソリン車もどんどんあの窒素酸化物とかね有害な排出ガスをまあ低減してるし、まあ、ハイブリッドだと都内走ってて低速だとエンジン止まってる時間が長いし、はい、まあ、アイドルストップもできてるよね、うんうんうん、だからねあのちょっとずつだけどベタベタベタなんだよね、良くなってんだよね、うんうんうん、でもヨーロッパはもっとどうせコロナが来たんだから、うん、いっぺんにそこにもう何十兆円という90兆円ぐらいの予算を出してるんだけど、はい、もっといっぺんに変えちゃうと。すごいですよね。そのまあ空気が綺麗になってよかったね、あ、皇居の上の空が綺麗だねじゃなくてプラスアルファ、うん、もっと変えてるっていうことですもんね、うん、だからねコロナが収束して、はい、もう一回海外旅行に行けるようになった瞬間に、うん、はい、ミラノ、ベルリン、ロンドン、パリ行ったらみんなびっくりすると思うよ。綺麗、こんなに街が変わったの。え、街の中心部からもういないんだから。シャンゼリゼの周りのあの大ロータリーあるでしょ、はいはい、あそこから車いなくなったとしたらどれだけあのシャンゼリゼがね見え方が変わるかだよね。あそこがホコ天になると思ったらすごいですよね、うん、いや経済の流れも変わってしまいそうな気がしますね、うん、全てがこう変わる、うん、え、それぐらい早い話、もうそのコロナが、まあ、今ワクチンどうのこうの言ってますけど、うんうん、まあ楽観的に、ごく楽観的に考えれば2021年内にコロナがある程度収まるんじゃないかな、渡航ができるようになるんじゃないかなっていうふうに思うと、うん、2021年内にある程度車はなくなってしまうかもしれないってことですか。まあ、いきなりっていうのはないんだけど、だから段階的にその電動化を増やして、うん、あの排ガス、まあ、いわゆる古い車だとユーロ4とかユーロ5とかね、うん、今ユーロ6なんだけど、はい、あの昔の、まあ、緩かった時代の車はもう街の中心部から入っちゃいけませんみたいな、うんうんうん、もうそういうのはドイツでもできてるから。あ、そう、パリとかもでもそうですよね、うん、あのディーゼル車がパリ市内に入れなくなるとか、うん、そういうのありますもんね。だからそれがまあ今まで排ガスだったんだけど、今度はもう構造的に車そのものをもう来ては困りますみたいな。でもそうなってくるとやっぱこう私のチャンネルの視聴者の皆さんって割とこう50代60代の方もすごく多い、うん、そういう年代が多いの。多いです。ユキファンは、ユキファンはありがとうございます、うん、見てくださっている方割と、まあ30代から60代ぐらいの男性がほとんどなんですよね、うん、そうだ、そうなってくるとやっぱ車すごい好きな方は、うん、え、じゃあヨーロッパがそんなことになっちゃうんだったら車もうオワコンじゃんって思っちゃうかもしれないじゃないですか、うん、でもそうではないですよね。そうではないって言ってほしいんですけど、だから走るエリアを、はい、まあ、考えなきゃいけないよね。街の中心部は人々が生活するところだから、はい、子供たちが渡航したりね遊んだり、うん、そういうところからは車を排除して、はい、だから、まあ、いわゆる、うん、まあ、いろんなこうモビリティがキックボードとか出てくるから、はい、電動アシスト自転車とか自転車とかね、はい、だからなるべく環境に悪くない乗り物を街の中心部では使い、はい、まあ、郊外とか高速道路は別に問題ないわけだから、うん、まあ、の走れるエリアをこう、うん、まあ、道路をシェアしていくというか、だからドア2ドアっていう考え方がもうないだろうな。例えば銀座の三越とか日本橋の高島屋の地下駐車場に行けるわけだよ、はい、そういう考え方がもうないのよヨーロッパすでに。ちょっとこうなんていう手間で不便を
手に入れるみたいな感じになってくるんですかね。だからもし三越の地下駐車場行きたいんだったら電気自動車だけとか、はい、水素燃料電池自動車だけとかね、はい、そうなってくるとですよ、そのこれからもう持てる車は EV になっていくんですか。だから街の中心部に行く人はもうプラグインハイブリッドでエンジン止めて電気で行くしかないし、いや例えばですよ、うん、まあ、あの私はまだ車はモテツールだと思っているんですね、うん、でもその自分の彼女に最大級にいい思いをさせようと思っている男性は EV をそのうち手に入れておかないと三越とかのお買い物ま で自分の奥さんを連れていけないとかそういう時代になっちゃう。最近ねプラグインハイブリッド、まあ、あの国産だと三菱のエクリプスクロスとか、はい、あのラブ 4P ヘブとか、はい、まあ、ヨーロッパのメーカーからもプラグインハイブリッド出てるじゃない、はい、あれ考え方次第なんだけど、自宅にもし200ボルトがあったら、はい、毎日200ボルトで電気焚いてると、まあ、電気代も高いけど、うん、一切スタンド行かないで、うん、EV 距離 4,50 キロ走れたら、そうですよね、うん、ビジネスとショッピングはそれで済んじゃうよね、エンジンかけないで、はい、それで土日お父さんがゴルフ行く時だけ長距離でエンジンかけていけばいいから、そういう使い方ができるんで、うんうんうん、まあ、プラグインハビットありかなと。おお、だけど、はい、だけどね、はい、うん、だけどバッド、ハウエバー使い方間違えたら、はい、重たいバッテリー積んでしょっちゅう長距離行くと、うん、単なるそれはバッテリー、重たいバッテリー運んでるだけになっちゃうから、はい、だからそれは意味がないんだよね、うん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 、かえって燃費は悪いから。じゃあ長距離を、まあ、普段からよく使う人はシティリユースをする人みたいな感じでこう車選びをパワートレインで考えなければいけないということですよね。そう、うん、まあ、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、はい、バッテリー EV、水素燃料電池自動車みたいな、うん、いろんなものが出てくると、うん、まあ、あと最近マイルドハイブリッドっていう技術も出てきて、そうですよね、はい、48ボルト、24ボルト、12ボルト、はい、でこれも微妙に使い方違うから、はい、難しいですね。だからそれをね、皆さんが俺たちが分かりやすく、はい、そうなんです、説明してあげる義務があるんだけど、いやもう頑張ってます、頑張ってます、うん、頑張ってますけど、うん、まあ、あのこれをこう結構こってり見てくださっている皆さんはですね、車に対してすごく興味がある人だと思うんですけど、 EV をやるとうちは視聴者数がめちゃめちゃ減ります。 EV はとにかく伸びないけど、まあ、やっぱ車好きだからしょうがないんだよな、みんな。そう、やっぱエンジンが好きなのかなって思うんですよね、うん、だけど視聴時間は長いんですよ。んだから視聴者数は少ないんですけど、じっくり見てる。そうなんです、うん、なんか本当に好きな方、まあ、モビリティというものが本当に好きな方は EV にも今のところ興味を持ってくださっているけれども、うん、一般的な認知度はまだ低いのかなという感じはしてます、うん、まあね、電気の話すると長いんで、電気って一次エネルギーじゃないから、どうやって電気作るの、はい、ということで、作り方間違えたら、まあ、最悪なのは石炭発電で電気作ると、はい、車はゼロエミッションだけど、うん、電気作るところで CO2 がパンって出ちゃうから、うんうんうん、まあ、電気っていろんなものから作れるがゆえに、どういう由来で作られたのかということを、実は政策、まあ、エネルギー の事業者というか政策が正しくないと、ただ今世界的にも脱炭素みたいな方向に流れてきて、はい、まあ、菅総理も言ったし、うん、まあ、去年のねスペインのコップ20いくつ25かな、まあ、グレタさんがいたし、はい、うん、でもねそう簡単に再生可能なエネルギーで世界が賄えるほどそんな単純な話じゃないよね。いや、エネルギーの上流の話はで、原発の議論もせずに、はい、で石炭発電だけダメって言って、うん、太陽光発電伝ってこの前のゲリラ雪みたいな時に、うん、実は電力が逼迫して停電寸前まで行ってたんだよね、はい、あ、はい、そうなんですよ、うん、あれは昔はね、例えばあの北海道とか、うん、あの東北の方とかエアコンがもう間に合わないぐらい寒くなっちゃうから、うん、灯油の暖房をすごく使ってたみたいなエリアの人でも、うん、今その電化製品の性能が良くなってきたから割と電力でその暖房を賄えるようになった、うん、オール電化みたいになっちゃったっていうところもあるのかなって思ったんですけど、いやだから、まあ、日本はまだそんなにね、ヨーロッパほど再生可能なエネルギー、まあ、太陽光、風力、はい、そんなに多くはないとはいえ、うん、まあ、民主党時代に買取制度っていうのをやって、今電気で払うとね、はい、必ず なんかね再生可能なエネルギーで捉えてるんだよね、お金をね。それで、まあ、調子よく太陽が出てる時はもうバンバン発電するから、はい、あの
火力発電の方は抑えさせるわけじゃない、うん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 、それでもう天気が悪くなって、自然エネルギーで電気が作れなくなると今度火力発電にいきなり頼らなきゃいけないわけ、うん、と天気次第で火力、もし私が火力発電を経営してるとしたら、はい、都合のいい時はお前ら今いらないから休んどきなさい、はい、それでゲリラ雪が来て太陽光発電で発電できなくなると、いやお願いだからもうバンバン焚いて電気くださいと、わビジネス的な話あまりにも身勝手じゃねえみたいな、うん、で今までどうしてたかっていうと原発でベースロード電源ということで、はい、原発があったからそのベースロードのベースのエネルギーっていうのは原発で賄ってて足んないところを火力発電でやってたんだけど、今原発がほとんど止まってるんで、はい、全部火力発電でやるから、うーんで火力発電がまた石炭化石燃料由来で、まあ、天然ガスでやるとダメって言われたら、うん、じゃあ今度再生可能なエネルギーね、でもそっちはもう天候次第みたいな、はい、だからちょっとエネルギーのことをねいろいろブログとか、インターネットで勉強すると、はい、もう根が深いというかね、解決できないというかそう簡単な話じゃない。ヨーロッパはドイツがダメだったらフランスからポンと電気持ってこれるし、そうか日本は島だから、はい、そうか単独なんだよとなってくると、やっぱ水素はちょっと未来がある話なような気がしちゃうんですけど、水素も電気と同じ運命で一次エネルギーじゃないから、はい、どうやって水素作るのってことになっちゃう、ま、はい、その作る、まあ、作り方はもちろんあると思うんですけど、ちょっと電気、そうですね両方とも、まあ、電気水素でもうちょっと水素があれば、はい、あの電気のため方も工夫できるんだけど、でも、うん、所詮電気も水素も一次エネルギーではないから、うん、で一次エネルギー何っつったら太陽光、風力、地熱発電、はい、火力発電、はい、原子力、うんうん、でこの原子力と一番ポテンシャルの高そうなね発電のね、うんうん、原発と火力発電ダメ、石炭発電ダメっつったらもうほとんどかよわなあの地熱発電と、うん、あの太陽光と風力だけ、うんうん、太陽光と風力は天候次第、はい、地熱発電はどうなんの、はい、温泉いっぱいあるじゃない、はい、でも全部国立公園だから発電所作れないじゃん、うん、そう日本はエネルギーないんだよな、ああそうなったらどうなるんですか、だからもうどうなるっていうか私たち暮らせないよこの島から、もうジュラシックパークになるしかないんだよ、いや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 、そうなんですか、そうなんだよ、だからエネルギーは使う側の車側の電気自動車とか燃料電池自動車だけではなくて、はい、エネルギーのもっと根っこのところから考えなきゃいけないとは思うんだけどね、もうちょっとこうなんか短絡的に考えるんじゃなくて、まあ、あのいろんな専門家が電気自動車シフトにするわけではなくて、うん、まあ、ちょっとこう方法というか、まあ、使い勝手を考えなきゃいけないという感じですかね、まあ、ウェブ見てればアメリカこうやってる、カナダこうやってる、アイスランドこうやってる、はい、ノルウェーこうやってる、いろんな例があるんだけど、ブラジルはこうやってる、うん、もう全部日本は当てはまらないね、まあそうです、まあ、国土が狭いっていうのももちろんそうだと思いますし、アイランドなんだよ、そうですよね、屋久島みたいなもんなんだよ、そうですね、ここの中で全部賄わなきゃいけないんだよね、で屋久島ぐらい小さかったらね、水力発電でなんとかなってるけど、1億2000万人いるからね、そうですよ、自動車メーカー10社あるから、本当です、素晴らしい国ではあるんですけど、うん、まあそうやってちょっと考えてはいけなければいけないという話ですよね、うん、はい、ありがとうございました。ちょっとね話が全然途切れないんですけれども、とにかくちょっとお時間が来てしまいましたので、第1弾こんな感じなんですけれども、皆さんぜひですねこのエネルギーフローみたいなこともですね考えながら今後のチャンネルもご覧いただきたいというふうに思います。今日のゲストは国際自動車ジャーナリストの清水和夫先生でした、はい、国内しか動いてません、はい、ありがとうございましたでも第2弾あるからね、この後見てください、はい。